今回はアニメチェンソーマンについて、第11話と第12話で分かったこと、並びに原作との相違点を解説していきます。この動画はアニメ及び本編のネタバレを含みます。ぜひ作品を視聴した後にご覧ください。まずは第11話、作戦開始から見ていきましょう。物語は未来の悪魔との契約シーンから始まります。オープニングでも存在感を出していた未来の悪魔ですが、満を持して登場した際のキャラクターボイスは、やや抑え気味の声量が印象的でした。そんな未来の悪魔の声は、主にドラマや映画の吹き替え声優として活躍されている、ひろきさんが担当されており、実写映画的な作品を目指したという監督の意向のもとで、配役されたと考えられます。そんな未来の悪魔ですが、原作ではマキマと同じぐるぐるの目が描かれていました。しかしながらアニメでは、目のぐるぐるの間隔が広くなり、マキマの目とは異なるデザインに変更されていました。このぐるぐるの目は、第1部の終盤に登場する重要キャラクターや、第2部に登場する主要キャラクターにもつながる、重要なデザインであり、未来の悪魔に関しては、これらのキャラクターとは関連しないことが、明言されたと考えられます。続いて描かれた岸辺とマキマの会食は、原作をそのまま再現していましたが、担当声優の見事な演技と美しい作画により、会食に漂う緊張感がより伝わってきました。また会食シーンの前のやりとりで、岸辺を素直に先生と呼び懐くデンジと、そんなデンジを無表情に見つめる岸辺は印象的でした。原作でも同様の流れでしたが、デンジの言葉を聞いた岸辺は、小さな1コマに横顔のみで描かれ、その印象は薄くなっていたため、アニメ化されたことで、デンジへの情が湧いてしまった岸辺が、わかりやすくなっています。続く岸辺による4課メンバーの解説シーンについても、原作をそのまま再現していました。ただし岸辺が対マニカの職員や警察官と会話する際に、原作ではあなたたちと丁寧な言葉を使っていたものの、アニメではお前たちと変更になっていました。岸辺の性格を考慮すると、お前たちの方が違和感が少ないようにも思われるため、制作陣によって調整されたことがわかります。ここからは4課の悪魔たちについて、それぞれ見ていきましょう。サメの魔人ビームは、過去にチェンソーマンの戦闘を見ていた記憶があり、チェンソーマンを崇拝しているため、4課の魔人の中では、比較的デンジとの絡みが多いキャラクターです。そんなビームが登場したシーンでは、原作者である藤本辰樹先生が、こいつ好きだったなぁと言及しており、愛着のあるキャラクターであったと明かしています。担当声優は鬼滅の刃の主人公役でおなじみの、花江夏樹さんですが、これまでのイメージを覆すバカっぽい喋り方で、視聴者からは非常に好評を得ていました。また暴力の魔人と、蜘蛛の悪魔に関して、藤本辰樹先生は、もっと活躍させたかった、というコメントを残していました。ちなみに暴力の魔人の担当声優、内田裕也さんは、未来の悪魔と同様で、映画の吹き替えで活躍されており、こちらも実写的な表現を目指してた配役と言えます。また暴力の魔人については、マスク越しに喋っているような声色で再現されており、制作陣のこだわりを感じられるものとなっていました。そして天使の悪魔については、藤本辰樹先生によって、実は大食いというキャラ設定が明かされました。この内容については過去の動画でも解説しましたが、天使の悪魔は食事をするシーンで、かなりの量の中華料理を食べており、また仕事中にもアイスを食べる場面が描かれるなど、何かと食事のシーンが多いキャラクターです。ちなみに天使の悪魔は、人気声優である内田真彩さんが担当されており、そのやる気のなさそうな少年の声は非常に好評でした。続く場面はアニメオリジナルで、エレベーターから降りた秋が、5人の銃を持ったヤクザに襲われるシーンが追加されていました。秋はそんなヤクザの一人を殴り飛ばしますが、後から出てきた4人組は秋と対峙してすぐに、鼻と目から血を流し倒れます。直後のシーンで微笑むマキマが映されたことを考えると、秋の前に立ったヤクザを攻撃したのはマキマで、銃の悪魔と契約したヤクザの情報を得たことで、遠隔で攻撃したと考察できます。ただこの攻撃については生贄を使用していないためか、京都での遠隔攻撃よりは、かなりマイルドなものとなっていました。その後、秋は沢渡りが繰り出した、幽霊の悪魔と対峙することとなりますが、この場面では、第11話の冒頭で未来の悪魔と契約をした、秋の右目がアップになり、秋の青い瞳の中に、未来の悪魔の目が描かれていましたが、
これはアニメオリジナルの表現になります。そんな第11話のエンディングは、女王蜂のバイオレンスでした。エンディング映像では、コベニと暴力の魔人、そして姫野と秋の登場シーンがあるのですが、この段階では暴力の魔人とコベニのバディ関係は成立しておらず、後の展開を示唆する形となっていました。続いて最終話となる第12話の内容を見ていきます。前回のストーリーで幽霊の悪魔に追い詰められた秋でしたが、過去に姫野に預けていたタバコを目にしたことで、命拾いをします。この幽霊の悪魔の行動は、私の全部をあげるからゴーストの全部を使わせて、という姫野との契約で、本来は姫野のものではない秋のタバコを、本来の持ち主に返したという意味合いになります。この場面は悪魔との契約の縛りの強さを、的確に示すシーンです。ここで受け取ったタバコには、Easy Revenge、と記載されており、このメッセージから、幽霊の悪魔を倒すヒントを得て、戦いへの活路を見出します。この場面において、原作ではベランダに佇む姫野が描かれるのみでしたが、アニメでは様々な姫野の姿が秋の脳裏に、フラッシュバックする演出となっており、夕日に染まるベランダで、タバコを吸っていた、現在より髪が少し長い過去の姫野から、永遠の悪魔と戦った直近の姿などが描かれ、実際に秋の脳内を追体験できるような見事な演出でした。続いてサムライソード編の最大の見せ場である、日本東部イエスチェンソーの戦いが描かれますが、これはアニメ全12話の中で、最も迫力のある戦闘シーンとも言える、素晴らしい作画となっていました。このシーンについては、原作と比べると、ビルの屋根や電車の上で戦うシーンが加筆されていますが、いずれもスピード感と迫力があり、まさに最終話にふさわしいものとなっていました。その後、サムライソードが東部のチェンソーを狙ってくることを見越して、足からチェンソーを生やして討伐するシーンは、原作同様に狩猟の成果を感じるものとなっていました。アニメチェンソーマンでは、オープニングでもたびたび金の玉が描かれていましたが、ラストにはその伏線を回収するかのような、最強の大会が開催されます。当初の秋は、姫野は喜ばないと大会への参加に消極的な態度を見せるものの、Easy Revenge の文字を眺めると、デンジが提案した気楽な復讐に賛同します。デンジと出会った直後に弾を蹴られ、険悪だった二人ですが、デンジは戦闘力の向上とともに、秋を早川の先輩と呼ぶまでに成長し、また逆に、仕事のルールを徹底して守り抜いていた秋が、ルールから外れ、自分のための復讐を行えるほどになりました。そんな第12話のラストは、意味深な笑みを浮かべる巻間、そして続編を強く意識させるある少女の声とともに、カフェ二道が描かれて幕を閉じました。第12話のエンディングは、イブのファイトソングでした。このエンディングでは、襲撃犯を捕まえたデンジたちが、スーパーに買い出しに行って、自宅でパーティーを開くという、本編と繋がった映像になっていました。ただしあの頃みたいな今日がもう来ないという歌詞のシーンでは、笑い合う早川家が映し出されており、今後の展開に不穏な空気をもたらしていました。ちなみにこのエンディングのシーンは、原作における悪夢を見て飛び起きたデンジの駒と一致しており、おそらくアニメの続編は、血を飲みすぎて角が伸びたパワーが、暴れる場面から始まると予想できます。また原作では秋が手にした姫野のタバコが、結局どうなったのかは描かれていませんでした。アニメではそんなタバコをベランダに抜け出した秋が、一人で吸うシーンが追加されました。タバコの煙が空に立ち上る描写が、死体も残らなかった姫野の仮装を示唆するようにも捉えることができ、またアニメの第4話において、秋が丁寧なモーニングルーティンの一環として、ベランダでタバコを吸う場面が描かれていたのは、最終話において姫野のタバコを吸うシーンと、対比させるためだったことがわかりました。以上、今回の動画では原作との相違点や、アニメで新たにわかったことを解説しました。まだ原作を読んだことがないという方は、ぜひ連載中の第2部と合わせてチェックしてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、何か気がついたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。